騎士総下は、アスカ時代の豪族。騎士は、つぐりなどと同じく、古代朝鮮語に由来する言葉で、大和政権のせいにも死にもなったものである。一族には、大美子命の血を引く南馬騎士、大草か騎士系、くだら系の長騎士系、雨の日母子の子孫と称する三宅騎士系の三氏族があり、ここで取り上げる騎士は、南馬騎士系である。日本初期巻。 第二十二の水古天皇三十一年七月に一族のキッシ金ワと共に門赤師として、白ラギ・ミマナ両国へ派遣されたとあるのが倉田の名前の書室である。ここにキッシ金を白ラに使いし、キッシー下して、ミマナのことを問わしむ。倉下がミマナ担当で、岩金が白ラ担当であった。これは同年、白ラがミマナに侵攻したため、水古天皇が 政党軍を派遣することを大臣、曽我馬子に諮り、軍教を招集した結果、白木政党は白木に反逆の意思があるかどうかを調べてから、ということになり、2名を派遣することになったわけである。時の神羅王、まっぴら王は8人の大部を派遣して、美真なのことに関しては倉下に申し伝えた。その内容は、自分たちには美真な侵略の意思はなく、 従来からの大和政権の内観家としての立場を尊重すると約束するというものであった。そして、前年の白木氏の際に、白木人生土荒井南次と共に、日本に派遣し、仏像やシャリなどを献上した、未真人たちならま土を暮下につけてよこした。そして、岩金と暮下は合流し、白木、未真両国の長を受け取った。しかし、二名が出港する前に、 大和政権は、境辺の雄馬とも、中富の国子の両名を大将軍とする政党軍を、白木に派遣してきた。時に、岩金等、共に、津に回避て、発戦セムとして、風雨波を騒らう。銭、船し、海に万見て不鎖に至る。両国の詩人、持千里手学禅図。すなわち帰り止まる。そして、両国の使者は、代役として、白木人叩え地大社を、 ミマナの長の使いとして置いていった。残された、キッシーワキン、暮らしたたちは、ゼ軍の起こること、すでに前の木に、イフ、ゼをもって、ミマナのことを、今また奈良寺、わけ、宇治谷武と語り合った。その間に、白木ギ進行は進行し、白木王は、大和政権の軍に降伏した。二人はその年の11月に帰国し、この時のありさまを、 大臣の総我馬子に、白木は天皇の命を受けたまわり、恐怖していました。戦手を命じ、白木、未満な両国の長を奉納しようとしていました。しかし、船主が到着したのを見て、長甲の使いは逃げ帰りました。ただ長だけは、密にのぼしましたと、報告した。その時孫は、惜しいことをしたなあ。早く軍勢を送ったことはわけ、宇治谷武氏と言った。 この軍事行動は、大和政権内部の意見の不統一を明確にしたものであり、これによりしばらく続いた白木との友好関係も破綻した。ありがとうございます。